緊急で動画を回しております。なんでなんでじゃねえよ、お前見てみろ、見てみ、どうだどうだ。今登録者数が799,909人です。おー、あー、1人増えた。あと90人で80万人いけます。やったー、やばいよやばいよ、やっと7から脱出できる。はい、というわけで、あの昨日のコムドットさんとのコラボの動画について今日はちょっとお話ししようと思って、はい、あのリアルに今日撮ってます。はい、今日です、はい、今日はちょっと別の撮影があったんですけど、その合間に今撮ってるんですけれども、はい、まあ本当にあの私たちのチャンネルの方の動画が初めて急上昇1位に乗りました、はい、マジびっくりした。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい出来事です。まあエアさんはタクシーでツーッと泣いたそうです。はい、泣いてました。ありがとうございます。うちらはその間ここで踊ってた。そう、ここでうっしょーってこっち泣いてたの。まあ寝坊して今日遅れてきたんですけども、はい、いや本当に、まあ、昨日からの登録者の伸びもすごく、うん、で、まあ、まずコムドットコラボ、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとう。まあ、さっきもね DM くれたり LINE くれたりすごい優しいお方なんですけれども、うん、はい、あの一つ言っておきたいのがちょっとやっぱりご無礼がありましたね。そうです、本当に申し訳ない。ちょっと上、まあ、特に朝日がなんです、うん、本当に。でも本当はこういう子じゃなくて、うん、まあ、あの敬語禁止っていうのもありましたし、もともと毒舌っていうのもあるんですけれども、うん、まあ本当になんかそこは申し訳ありませんでした。ちょっと、まあさみだけに限らず私と浦もなんかこういう生意気な態度を取ってしまう。本当に申し訳ございませんでした。本当にごめんなさい。まあ一つしか、まあ、年変わらないんですけど、やっぱコムドットのみんなはやっぱ先輩後輩すごい大事にしてるなっていうのが分かって、うん、一つしか年変わらないし、こんな私たちにもね、なんかすごい姉さん姉さんって言ってくれる、うん、ちょっと姉さんって言われるのに慣れてないからすごい変な感じがするよね。はい、エア姉さんだからね。エア姉さん、うん、で、あの私昨日見返したんですよ、はい、コムドットさんの方の動画を、うん、本当浦田くんに一回謝りたいのが、うん、なんか見返して私めちゃくちゃ浦田くんのことバチバチ、そうそう、それは思った。本当にごめんなさい。本当に謝った方がいいと思った。本当にごめんなさい。いやそう、でもまあ企画として敬語禁止とかやらせてもらって、うん、まああの一日でねすごい仲良くなったのかなってはうちらも思えてて、うんうん、本当になんか久々に楽しかったって、分かる、うん、なんか心から思った、うん、だから普段からあの雰囲気でやられてるのすごいなって、うん、すごい楽しそうだった。撮影中です。撮影中です。静かにしてください。あ、今見よ、カメラ回してるんだ。見よ、出す。あー、やばい。何、あと28人、28人で80万人いきます。え、やばい。いっちゃい喜んでる。あ、やめて、恥ずかしい。久しぶりのお城さんです。すごい、ありがとうございます。いや、本当にてか、みんななんかこれ見てお前らはバーにいるのかなって思った方いると思うんですけど、これスタジオなんで、スタジオをお借りしたら受け付けてないです。なので本当に今回は、ま、はい、マジででも自分らもなんかもっと足りない部分たくさんあるなと思ったし、今後やっぱ80万人いけたっていう、いやもうマジでいけてはないんだけど、まだでも本当になんかね、コムドットさん見てなんか自分たちがやりたいことに向かってこんな全力で頑張れる人ってマジでかっこいいな。わかるわかる、それはすごい、ね、もうなんかコムドットさんとコラボした次の日ぐらいからあさみから企画案がめちゃくちゃ届くの。めちゃくちゃこれよくない、これやった方がいいと思うよ。サムネこれがいいと思うんだよねみたいな、今までにないぐらいの勢いで喋ってるし、だからこれからなんかうちらも多分自分らでやりたいことをやっていくっていうのが一番多分楽しいことだと思うのね、うんうん、それをまあどうやっていくかが一番なんだろう、みんなに見てもらって楽しいものを届けるにつながると思うから、もう今年年内に100万人を目指して私たちは頑張っていきたいなと思っています。目指すんじゃないです、もう行くんです。行くんです、有言実行。まあでもあのよく最近言われるのがこう数で見てるとかって言われがちなんですけど、でもやっぱりみんなに見えるものって数字が一番でかくて、どんだけ私たちが頑張っててもそこってよくこう見せられる部分でもなかったり、なんか見せたくないなって思う部分もあったりするから、やっぱりこう数で見られるのが一番こう成長したなって実感できるし感じてもらえるんじゃないかなということで、うん、私たちは100万人を目標というのを掲げてやっていきたいと思います。はい、なのでこう企画の内容だったりとかはもう常に私たちも考えて頑張っていこうと思っているので、うん、そこをこう理解していただいて応援していただけると嬉しいなと思います。じゃあ確認します。はい、はい、やばい、でもあと20秒。ドキドキドキ
ってなんか73越してから全然さ行かなかったじゃん。なんかだってずっと停滞してたからさ。お前笑うか喋るか。どっちかですよ。いやでも本当になんか70万人入ってからすごい長く感じてたからもうなんかこのまま行きたい。このまま行きたい。どっかに行きたい。いいよ生きてもらってもこのまま。いやでもみんな本当にありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。笑ってんのか泣いてんのか分からないけど嬉し涙です。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。もう本当になんか顔うちが暗くてもうどうでもいいかなって思える動画です。ありがとう。ありがとうございます。リアルにもうこの時間に乗せてリアルに行ったのを覚えたいのでもう本当に10分前ぐらいに撮った動画と思ってください。はい、本当に今回コラボしてくれたコムロット本当にありがとう。そして登録してくれた新しいあのリスナーの皆さんも今後私たちをね見ていただいて面白いと思っていただけたら嬉しいなと思います。そして今まで応援してくれてるマグネックのみんなも本当にありがとう。ありがとうございます。これからも一緒にクレマグをあの大きくしていけたらなと思います。はい、以上クレイジーマグネットでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。